はい、来ましたね。これね。コメントじゃね、割と、なんか雰囲気的にスプラじゃねえとか言ってたけど。そう。最初自分もスプラだと思って、これ。逆にスプラだとは思わなかったんだよな。俺もスプラだとは思わなかった。いや、なんか、いや、スプラ、いや、スプラとはちょっと、違うんだよな。絵作りも違うし、そう、なんかスプラだったらなんかね、もっとポップな感じにというか、なんかいろんなところに落書きとかあるような感じがしたから、あと文明が残りすぎてる背景にしては、スプラの背景にしては、うん、なるほどね。そう、すっきりしすぎてんだよなこれ、うん、もうこの荒廃した感じね。これさ 100% プププランドじゃないよね。うん、絶対違います。別のとこやろ。違うとこだね。え、あの国に道路に白線を引くなんて文化があるはずないですから。これは何やろね、カービィが飛ばされたの、一世界に飛ばされたのかな。流れ着いてる感マシマシでしたね。夢を見る島かよっていうくらい。ディスカバリーの意味がなんか発見っていう意味なので、あ、そう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 、まあカービィが発見しちゃったのかな。ディスカバリー他の意味ないかな。なんか普通にこれ電線とか貼ってあるもんな、うん、すごく現代風な感じなんよね。あれなんだろう、だからもうディスカバリー本当64の滅びたスターを俺は思い出したんですよ。全く割と俺と同じような人いると思うんだよな。64の滅びたスターじゃねえかみたいな感じで、うん、あれも地球が荒廃した後カービィが来た感じだったから。まあ基本的には発見か。あ、ブルブルスターとかね。基本は発見って意味か。スターアライズは英語のスペル違うけど、うん、誕生のアライズと同名のアライズをかけてましたから、うん、星の誕生と星の同名で、はい、そうラスボスとカービィのことをどっちも言うっていうダブルミーニングでしたけど。そう、すげえなこの感じは。まあ夢見る島だよなこの感じ。いやそうそうそう、いやここにここでカービィってわかるか。そう、ここでピンクダム映った時は歓喜したね本当に。本当にね、こんなに早く次の展開を見せてくれるというか出せるように なると思ってなかったから。そう、俺カービィはまだと思ってたから正直、うんうん、もっと時間かけて作るものだと思ってて、時間かけて瞑想するものだと思ってたから。いやでも嬉しかったねカービィ来てくれて、本当に、うん、俺まだ海外の反応とか見てないんだけど、うん、割とここら辺で歓喜してる人いるんじゃないの海外。俺ミスクリニキのとかすげえ見たい。あ、楽しみ楽しみ。いやカービィは嬉しいねこれは、ほんまに本当に。いやしかも、まあ、オープンワールドではないとは思うんやけど、もう、まあ、マリオオデッセイみたいな感じだと思うんよね正直。うん、うん、まあなんか高低差あるマップでカービィが飛んでって感じだ、うん、こういう正面のビルとかも多分上登れるんだろうし、登れるとは思うけどね。これは全部左上に出てる塔みたいなやつとか、うん、スカイツリーっぽいのね。そうそう、これさ文字とかをもう解読してる人がいたけど、うん、いな早いな、早すぎる、なんだっけ、早すぎるピ、早すぎるピ、早すぎるピ。いやでも 3D でカービィって本当難しいはずよね、吸い込みの、吸い込みとかのアクションもそうだし、カービィ自体がそもそも初めてゲームをやる人向けっていうコンセプトがあった上で3の難易度は何なんだみたいな話はあったりするけど、そうそうそう、だからそもそも 3D が向いてなかったんですよそのコンセプトの時点で。だからどううまく落とし込んだのかすごい楽しみですね。あ、ここ見やすいんちゃうか。はいはい、待って、ちょっと一個だけなんか見たいなこれ。解読この右のななんだろうな、これ DF インフォメーションとかじゃないのこれ、なんか、いや、DI DI か DIE DR、 そうだ、ね、DIR やね、 DIRE C
RY ダイレクトリーダイリあそうやねダイレクトリーみたいな DIRCTORY かなダイレクトリーうんディレクトリーリこれ何ちょっとこれこのまま検索にぶち込んでみたらディレクトリーコンピューターのファイルシステムに行ってファイルをグループ化するための特殊な運転なんかあったらディレクトリーあでもちゃんとじゃあ意味として合ってるのかなこれこの施設ね何があったんだろうね、まあ滅んでもうだいぶ経った感じなのかな星そのものが滅んでるのかこの場所だけがこういう感じなのかうんこのなんかやっぱ 3D で動いてるカービィ見るといいなってなんかすごく新鮮な気持ちになります、うんうんうん、ようやくですからね本当に、うん、やっぱ多分、うん、そうハルケン内だと 2,3 回は少なくとも試作してるんですよ。いやまあやってるやろな。64の頃から多分やってたやでしょ絶対あの感じだと、64の頃に一度悩みゲームキューブの時にもう一度悩み 3DS で吸い込み大作戦とか出してこれなのでまあ、うん、シリーズのその裏事情も含めて追っかけてたら、まあ、このタイミングで出てくるっていうのはまあありなんですよ、うん、っていうかまあ来るやろなっていう感じで、うんうん、そう、まあ、逆にスターライズがスーパーデラックスの頃からやりたかったコンセプトで、うん、やれてなかったコンセプトみたいなのを全部やりきったのがスターライズだったのでまあここらで新しいのいっぱいといっとこうみたいなそうそう新しいのだとしたら散々検討してた 3D やろなっていう、うんいやーこれいいなもうすごく新鮮カブー、うん、シャツをキャッピー遊園地あのまあゼルダそしてマリオに続いてやっとカービィちゃんもこういう感じのゲームが作られるようになりましたねワープスターこれワープスターかわいいかわいいこれは売れるこれは売れますよサウンドスタッフ誰になるかこれは売れますよ言い方がもサウンドスタッフに前回スターライズから新しく小笠原さんって人が参加してるのでその人がまた参加するのかどうかうん追い込みの範囲もちゃんとなんかいい感じというか調整していい感じに扇状に広がるようになってますね、うん、そうだねあの今回の任題、言われてたけど東京何回滅ぶねんってそうですねメガテンでも滅ぶしメガテンでもベヨネッタでも滅ぶ でも滅ぶし東京っぽいところ含めたらもっとだしそうこれもなんか滅んでるしうんまあ東京とかではないにしよういやなんかやっぱ荒廃したところって絵になるんだろうロマンあるよなんか俺ここの部分とかすげえカービィ64っぽい感じするんやけど、ね、ああそうねやっぱホバリングはなんか 3D だからちょっと制限設けてるような気が出ます、うんこの大砲がかなりでかいあ爆弾ブロックあるうん下にあるねあーあガボンもいる左下でしょ、ね、そういやこれな現実世界のものっぽいんだよねなんかすごくぽいぽいすごく地球っぽいむしろスプラトゥーンに近い、うん、スプラトゥーンみたいにここも地球が滅んだみたいな感じの世界だといったら割とうんすげえていうかバックステンしたでしょ今カービィちゃん本当だでワドルディが捕まってると、うん、後ろに多分スティックとか入れたらバックテンするような感じなんやろなそうとないとみたいな、うん、そうちゃんとコピー能力もいるなんでこれワドルディ捕まってたんだろう、うん、かわいそうなワドルディこいつ、まあ、このリストラされたり人身売買されたりだからこの異世界だとはいえこの既存のキャラクターたちがいるのはなんでなんやろうねねえそもそもやっぱ夢見る島じゃないの最後、まあ、カービィちゃんの夢落ちっていうことない、うん、ワドルディちゃんかわいいソード
コピー能力も健在。まあただあれやろな、3D にするにあたって難しいコピー能力とかもあるから、わりかしリストラされてるの今回多めな気がする。まあそれはね、うん、それはしょうがない、多めだよな多分。スパークとかなんか全体攻撃系ならまあいけそうやけど、うん、ただでもある程度のコマンドはありそうなんですよね。うん、うん、ソードはそれこそ回転切り、まあ回転切りはためだからあれだけど、うん、まあそれこそ百列があるってだけでも割とアーティストは無理そう。そうだね、デデデトとかメタナイトとかも巻き込まれてる、巻き込まれてるんじゃないの、うん、またどうせ洗脳されるんでしょ。知ってんです、知ってんですよまたメタナイト洗脳されてんでしょ。うん、今度はどんなひどいあだ名つけられるのか。カッター、でもカッターとかようやれたね 3D で。ね、カッター、でもアイテム運搬能力ついてるし、カッターわりかし難しそうな部類だと思うんだけどな、 3D にするとき、水、あ、まあでもほら水きれい、ブーメランマリオがいけるから、ああ、あの容量かな、やっぱ、多分あの容量だと思う。入ってみると、あれ、これは今のはアイスドラゴンのちっちゃいやつじゃなかった？うん、そうだね、これでしょ。待って、ちょっと待って、アイスドラゴンではなくない？アイスドラゴンではなかったわ。うん、でもフリーズ系だとは思うけどね。もうちょっとアイスドラゴンくん本物が出てこなさすぎてかわいそうで。これ何集めてるのかが気になるな。コイン枠のような気もするし、あの、まあなんだ、今までもあったクリスタルのかけらみたいな、その可能性もあるし。ニードル来るんだもんな。ニードルか。でもまあニードル以来ですかね、確か。ニードル、これ割とえぐいことしてるよねこれね、しかも刺さったまま64のニードル、ニードルだっけ。うん、なんかあったよね、そこな、ニードル、ああ、まあ横に転がっていくのね、うん、これ横だね。そう、達明さん、俺も塊魂かよって思ったよ。そうすごくここら辺の動き塊魂っぽい、もうえぐいんで、うん、カービィちゃんこういうこと普通あの平気でやるからね、うん割と絵がやばいんだよ、絵面、ここで言ってきた絵面やばいよ、ね、この絵面やばいね。あの右上に目がついてるやついるんやけど、あれ何、ゴルドーの長細いやつ、長細いの気持ち悪いんだけどなんか気持ち悪いんだけど、ここデデデもメタナイトも大体洗脳を叩いたら殴るから、昔のテレビと一緒に。そうだね、これをアイスね、これカービィの横にいるこの小動物、今回相棒枠みたいですよ。名前あるの？わかんない、まだわかんないけど、カービィのツイッターの方で書き下ろしイラストにも載ってたので、このキャラが、カービィの顔がすごいな、うん、割とちょいちょいこういう顔するぜ。合わせた時割とこういう顔、頭になんかぶつかった時とか、うん、割とやる、はいはいはい、あの64でクリスタルが頭にぶつかった時とかね。今回の謎の敵はビースト軍団という、このゴリラもビースト軍団の動物、ビースト。だからさっき出てきたあのでっかいワニとかでっかいニードルみたいなのもビースト軍団らしい。だから機械やって植物やって、スターライザーなんだあれは、なんか仲間やって動物だ、うん、まあありな流れですね。なるほど、つまり獣フレンドってことだね。野生の動物とかが結構出てる、獣フレンド、獣フレンドね、うん、多分世界観は違いと思う。まあ、このまま握りつぶせばよかったのにな、はい、カビさんでもなんか握りつぶしてもなんかふにょんとなりそうやね。うん、戻りそう、スクイーズみたいな。あ、こいつのゴリラの首元にワドルリー捕まってる。あ、本当だ今気づいた。あ、ワドルリーを結構回収するのか。そう、ワドルリー食べるのかなこいつら。ワドルリーをワドルディを助けに行く物語もしかして。ね、そうだよ、だってワドルディだけは出てきてないんだもん、雑魚的で。待って、でもさ、そのスターライズの時の転がってるやつもそうだけどさ、ついにあのゲームですら雑な扱いし始めたの、ワドルディに。
アニメだけじゃなかったんだ。ほら複数匹捕まってるで、首元、うん、捕まってる。また3匹で入ってんじゃない。かわいそうだよ。ディスカバリー、いやいいっすな。あの橋がなんか隣の方まで続いてるからステージの一つっていう感じなのかな。可能性はありますよね。マップつながってんのかねこれ。マップ、うん、向こうにも橋ありますから、だからそこをどんどん開放していくっていう感じなのかね。だから島、そうか、島ごとにステージになってるのかな。島巡りだからさっきロケットっぽいのあったもんね。ロケットではないけど、序盤の方か、うん、それっぽいのも見えたから。そうだね、ここのステージはここのステージで完結して、でなんか、うん、ワドルディを助けたら次のステージ行けるようになるとか、そういうことみたいなのかあるんじゃない。今回まあやっぱステージ比較的ステージクリアに近い箱庭っぽいですね、うん、そうね、タワー気になるね。まあただ、うん、あの今回あんまり受けないから、まあ中進んでいく感じになるんやろうな。うん、でけえスターピースみたいになるもんな。 2D カービィの勢いで空飛んでける 3D ゲームってそうないから。そうだね、さすがにね、制限つけなきゃやってらんないですよ、ね。うん、キノピオと化したワドルディ確かにいいんじゃないの。ワドルディだし、うん、ワドルディだし